こんにちは。アートアキアニトのミキです。いつもとだいぶ様相が違うと思うのですが、ニト道草、半開きの家という展覧会の作品の紹介をしていきたいと思います。で、今回の半開きの家はですね、家の中に外部を取り入れるといったような企画展を作りました。で、こちらが森山大治のランドメイドという作品です。えー、森山は、まあ、東京都の 郊外の出身なんですけれども自然物を使った作品を作っていたりで今回はこのようにですねエアに砂が敷き詰めてあってその上に石とか木とかですねいろんなものが配置されているというで森山はこの2トにサンドメイドという作品を出展しておりまして身の回りにあるものをすりつぶして砂状にして でその砂状にしたものを瓶に詰めるという作品なんですけれどもその瓶に入っているものの内容物が重さとともに書かれて展示されているという作品です。で今回はその瓶でやっていたことをこの部屋の中で展開しているという形でこの部屋に入っているものの成分表が書かれていますでこれが成分表です。 土とかはですね作家が、えー、と茨城県から持ってきたものでその他のものは、えー、いろんな場所から集められていますでこういろいろ見ていくとゾンビブロックとかですねベストストーンとか森山が見て、えー、名前を付けるというような感じで、えー、つけられていますあと「ザ・タイム・ウェン・シー・ムーブ・ストーン」なんていうのもありますね 「The Time When She Move」っていうのは森山がこのアートアーケーニトで展示した作品でバケツと石がつながっていてでバケツの中に水が入っていてでそのバケツの水が蒸発すると石が落ちてその下にあるピアノの鍵盤が押されるっていう作品なんですけれどもその作品で使われた石がどこかにあるというような感じなんですかね。森山はですね。 いわゆるランドアートにすごく影響を受けておりましてギャラリーの中で砂を敷き詰めたオォルターデマリアとか大地で展示してたロバート・スミッソンとかにすごく影響を受けてるんですけれどもまあ彼らはその既存のホワイトキューブ化していく作品に対してアンチテーゼとして制作していたと思うんですけれどもおそらく森山はそのアンチテーゼとしての自然みたいなものを 標榜するというよりはむしろそれらが混然となって調和しているみたいなその自分のオリ,ジオリジナルとしてやろうとしているというようなところがあると思います森山の,その作品の中にはよく人工物も出てくるんですけれども、まあ、なんかそれがむししろ自然な感じがしますねやっぱり面白いのは、えー、とまあこういった作品で。えー まあ最初に森山がこう作ったわけですけどえそっからですねまあいろんんな変化があるんですね。全然その水とかも上げてない状態で木が芽吹いていたりえあとはこのみかんもえ2つとも最初はこういう茶色い状態だったんですけれども一方の方はえかびてきてしまって青くなってるとでこのみかん自体ももうか数年こう光られた状態で。 置かれれてててていいいいいいたたもののらししんでですすすけどそれがまたここに来てこう変化していくっていうのはすごい面白いですよねガラスとか500円玉とかまあそういったなんかキラキラしたものっていうのがですね結構配置されてるんですけどあの作品見てるとやっぱり結構そこにこう目が行くわけですねでそれは森山がすごく意識して配置しているらしくて森山自身がやっぱりどうしても人間っていうのはその キラキラしたものに目がいくっていうのは本能的に必要な。水っていうものを、えー、見た。こう気持ちの高ぶりみたいなのが反映されるんじゃないかという話をしていました、えー、では、次の作品いきたいと思います。続いては苦しま性のただいま解体大作戦中という作品です。えー、苦しまはですね。香川県の小豆島出身で、現在は庭師としての活動もしているんですけれども。 この作品は古島が幼少期に遊んでいたドールハウスをカッターナイもともとこのドールハウスを人に使わせたくないというのがあって実家に置いておくとおっ子とか姪っ子とかに使われちゃうんじゃないかと思って引き取ったというところから、ね、この作品が始まっていて古島はあのネズミを飼っているんですけれども ネズミが少しずつゲージをかじって出ていくっていうそのかじられたゲージを見てすごくインスパイアされたみたいでドールハウスもその自分が削っってて解体しいいくとうう発想に至ったようですこれやっぱ子供が遊ぶものなのですごく頑丈にできてるらしくて本当にこう削っていくのが大変でそれが4年間ぐらいかけて少しずつ削っていって。 で今それがこの状態という販売することはできるのっていうふうに尋ねたんですけれども販売できるって言ってておもちゃだった時にはあの人に渡したくないという気持ちがあったみたいなんですけどこう作品化されることで他の人の手に渡ってもいいっていう気持ちになったっていうのはなんかすごい面白いなと思っていてある意味来島自身がこの家から脱出したのかなと思いますね。 来島はですね今回6作品展示しています他の作品もちょっと紹介したいと思います「えー、逃げ出した青大将」という樹皮に描かれた、えー、ドローイングのいい作品です伐採された木でクレーン車で青大将というこの絵なんですけれども来島がその庭師をやっていて木を切るっていう行為にですね後ろめたさいやなんかこうちょっと辛い気持ちを感じるらしいんですね。 ただ同時にその切られた後の木が岡本太郎のオブジェみたいで妙に美しかったりして人間のエゴみたいな行為を否定するわけでもなくそのものとしてここに記しておくみたいな形でこれは書かれております。続いいてててのの作作作品品品はは身をを乗り出して手を振ってという作品でですすこちらの作品はですね 陶器で製、えー、作された柿あの花の器ですねなんですけれどもまさにこの今展示している部屋がそのまま、えー、再現されておりますこの陶器の製作は新田康人さんという方が製、えー、作しております、えー、この先のあの着想となっているのが苦し馬がえっ、ー、と幼少期からその自分の、えー、歯を擦り合わせたときに 上の歯が妙に大きくなった感,感覚があったり、えー、寝てる時にこう目をつぶって手を触ってると手,の手がすごく大きくなったりなんかそういった経験を日常的にしていたらしくてスケールの拡大縮小みたいなのを経験していたみたいなところから、まあ、この作品を制作するに至ったらしいんですけれども確かにこの作品をずっと眺めてるとですね実際のこのこ部屋にですね 羽がこう大きくいけられてるみたいななんかそういった絵もこう頭に浮かんできてすごく面白いんですけどそういったのをこう換気させる装置みたいな感じもあるのかなと思いますはい、えー、続いての作品はラフという作品です苦しまはもともと油ブラに在籍しておりまして。 この作品はですね一年生の課題で制作された作品だそうです他の作品は、まあ、家に置いてもらったりどこか保管しておくみたいなあの風にしてるらしいんですけどこの作品だけは出来上がった時からなぜかずっと自分の手元に置いているという作品だそうです家の情景に外の庭が見えてるんですけど、まあ、そこにこうラフがいて透けてるというような 作品なんですけれども、まあ、家とかあとはその木を切るとかその人間の永遠がもたらした先の現象みたいなものに何か思い入れがあるのかなと。はい、で続いての作家村上聡の「同じ部屋にいたい」という作品です。 村上は東京都の下町の生まれなんですけれどもその社会制度のなんかこう感激を縫ってあの生活するみたいなことを作品にしていて以前にですねタバコの煙が嫌いな人とタバコを吸いながらどうやったら話ができるかっていうことを考えて、えー、喫煙所という作品を作ってでそれは、えっと、ビニール製の煙突みたいなを作ってでそれをこう伸ばして。 そのビニールの筒の中でタバコを吸いながら目の前にいる人とコミュニケーションをとるといったような作品を作っておりましてでこれはその拡張されたバージョンというようよな形ですです、えー、会期中のですね土曜日と日曜日は村上が実際この中にいてで、えー、と夜は奥のテントで宿泊していました。で えと土日でいる時はですねここにこのバーベキューコンロがあるんですけど干物を焼いたりしてですね、えー、煙が発生するんですけどこのビニール内部とあの窓が連結しておりまして、えー、見ににに来る人には煙が、えー、当たらななないいとううような仕組みになってますでこの「同じ部屋にいたい」っていうタイトルなんですけれども煙が観賞者の方に行かないようにしながらも同じ部屋にいるという意味と。 あとはですね、この部屋内にはですね、えー、ものすごいコバエとかですね、えー、といろんな虫あるいは下に敷いてる土は堆肥化させてる土らしいんですけどそこにいる菌など、まあ、いろんな生物がいてで村上自身がこうどうやって入るかっていうとこう外からはしごをかけて屋根伝いに、えー、入ってきます。 でえー、とこの中にあるものっていうのは村上のアトリエの中に、えー、とあるもので今興味ある本だったり自分の好きなものばかりをこ,うこの部屋の中に集めて仕事とかをしながら同時に、まあ、来た人ともしゃべれるみたいな、えー、ことをやろうとしていました、えー、ただですね村上がこう実際にその、えー、ここにいてですね、えー、想定外だったって言っていたことがありまして。 それは鑑賞者の方とのコミュニケーションが、えー、予想以上にですねあのなんか動物園っっっぽいこう、えー、感じになってしまったと、えー、そこが結構その想定外だったという話をしてました。で村上が、えー、喫煙所で自分一人がこう筒の中に入ってで目の前の人と喋ってる分には、えー、っとその動物園みたいな感覚があまり起こらなかったのに対して、えー、こういった ある種壁みたいな風にこうに木材を立ててビニールを張ったことによってそういうコミュニケーションが生まれたっていうのはあの示唆的ですよねでそれってなんかこの「半開きの家」っていうこのテーマの,なんかその本質的な部分とも通じるような気がしていてで結局だからこれなんかもうただただこうビニールがここにあ,のあるだけなんですよね薄いビニールが。 正直、まあ、指とかだけでも穴を開けられそうなビニールなんですけれどもおそらくこのビニールがなかったら鑑賞者は多分もうちょっと同じ領域内にいる対象として村上と接してたんじゃないかなと思うんですけれどもあるいはこの、まあ、装置的な構造だったりここのビニール内の風景とあのこちらの普通の 展示会場の家のギャップみたいなものが鑑賞者に何かこちらとあちらっていう別世界を感じさせたのかなとも思いますね。で、えっ、ー、と村上はですね、家を背負って歩くっていうような活動をしていて、その村上が背負ってる家っていうのがですね、誰がどう見ても家なんですね。その要素ってすごく。 大きくて、ただ段ボールの同じ大きさの箱をこう背負って歩いてたら全然違うものとして捉えられると思うんですよね。私たたちがイメージするその家とか壁みたいなものっていうのをこう操作するそれを潜在化させるっていうところに村上作品の結構こうあの重要なポイントがあるのかなと思います。で なんかドローイングが飾られていたりこの近くで見つけた羽化しようとしたのに羽化できなかった蝶とかが、えー、と土の上に置いてあったり、まあ、なんかそういった端々にこう、えー、といろんなその鑑賞ポイントがあってでそういった意味でも楽しめる作品なのかなと思います。はいえー、続いては前田光平の鳥つく島という作品です。 え前田はですね和歌山の自然豊かな場所で生まれてで高校の時にそのカヌーを始めてジュニアの世界大会に出場していたりしていろんなところを遠征で回ってその時の,その自然に触れてでその自然と自分みたいなことを考えるような作品を作っていってで、えー、と大阪に在住している作家なんですけれども。 制作のためにですね何日間かこのアートアキアニートに宿泊して、えー、家の至るところを探検したりその時に習得したもので作品を作っていますで、えー、ここのまず部屋にあるのが家をですね探索した時の写真です前田が何かのこう生物のようにその家の中に潜んでいるみたいな形で、えー、作品が展示されています 屋根裏とか、そのバックヤードの、えー、ところまでいろんなところを登ったりしています。前田の作品の特徴はですね、自分の身体をこう、ものすごく使って、えー、追い込みながらも、最終的にその作品化する中で、自分の身体も、その作品の一部の材料として、えー、引いて作られる。その主観的な身体感覚と、俯瞰的な目線の行き来。 の面白さが前田の作品にはあると思いますで、えー、続いてこの奥の部屋に入ってくるとですね、えー、このように、えー、島の映像とこちらのテラリウムが、えー、展示されていますでこちらの映像に映っている島は、えー、このテラリウムなんですねテラリウムの島の中に、えー、何人か、えー 小さな前田が生活していますこのテラリウム内で構築されているこの島っていうのはこのアート空き家にあるもので作られたものなんですね。でこの映像の中で生活している前田と先ほどの部屋の写真っていうのがいくつか関連していたりします。この作品は写真、映像 このテラリウムがこう全てつながっているんですけれどもさらにこの家全体ですね家全体もつながっていて作品の中に取り込まれていると。で、えっと、もう一つ実はこの作品要素がございましてそれがあの柱についている足跡なんですけれどもこの足跡っていうのは前田がこの家の中のいろんな場所を探索して もうすすだらけになって最後にこの木の棒を登って上で写真を撮ったんですけれどもだからその跡がここについていてで前田はこの跡のことをその家の皮膚みたいなものって言っていてそういったものがこう内部にすりつけられて で前田は最近図鑑の制作なども、えー、しているようで今回も、えー、この家にあるものを採集したりあるいはその自分自身を図鑑の生物のように擬態したりある種そのなんかアート的な図鑑っていうのの、えー、制作を、まあ、ここでもしているのかなと、えー、ちょっと思いますね。はい、えー、とそんな感じで今回の「半開きの家」の紹介動画を終わりたいと思います。 またこの「2と道草」のシリーズあの企画展などもやると思うのでその時は是非遊びにいらしてください。それではありがとうございました。